全力お疲れ様、長いことを連絡させております。俺は元気で目いっぱい真面目に全力サブドさん、これでもう間分1年あなたの手紙をもらっています。でも心配はしていませんが、生きていると死んでいる、それだけ簡単な知らせです。生きている場合はいいだけだ、死んでいる場合はお葬式の仕方もいろいろ都合がありますから、ご存知のようにこっちに結婚式とかお葬式の大好きな親戚もいっぱいおります。あなたが死んだと言ってよかった。きっともうみんな顔だけで飲めると大喜びで集まってくるでしょう。私の苦労のためだとしてこんな嬉しいことはありません。母に期待ばかりさせていない。死んだなら死んだと一刻も早く知らせてちょうだい。母は遠く山形からドキドキ期待して待っています。